7月26日、マルレクソエンタングルメントを理解する量子の世界のショートムービーです。でここではあの、エンタングルメントを理解する上で一番基本的な状態のテンソル積の話をしようと思います。テンソル積というのは簡単に言うと、独立した2つの状態を1つの状態と考えることなんです。で本当はまあ エンタングルメントでしたら量子の状態の転送席の話をしなきゃいけないんですが実は独立した二つの状態を一つの状態と考えるっていうのはあの実は何も量子の話じゃなくて古典論普通の、えー、と古典論の話世界でもあの 炭素石という考え方は役に立つんですよね。でまあここはまずその2つの状態を1つと考えるというのをあの例え話で説明しようというふうに思います。えっとまあ今あのアリスとボブがいてそれぞれコインを持っているとしましょう。でアリスのコインはきちんとしたまああの均一のもので。 投げたとき、表が出る確率も、裏が出る確率も1 2分の1だとしましょう。で、ただ、ボーグのコインは、イカサマように細工してあって、投げたとき、表が出る確率は5分の3。表が出やすいんですね。裏が出る確率は5分の2であるとしましょう。で、これを次のように表します。で、アリス、ケット、これはアリスのコインの状態ですね。1 2分の1かける 表ケットプラス2分の1かける裏ケットでボブのケットは5分の3かける表ケットプラス5分の2かける裏ケットでこれはコインの状態を表していてで当然アリスとボブは別々のコインを持っているわけでこのコインの状態はあの独立ですで これを実際にこれは単にそのままあの可能性としての状態を式で表しているわけであの実際にコインを投げて表が出るか裏が出るかっていうのを観測するときにこうなります。でアリスの場合にはこの式アリスケットイコール2分の1表ケットプラス2分の1裏ケットをどう見るかっていうとこの式はアリスが コインを投げたときに、表が出る確率は2分の1、裏が出る確率は2分の1だということを表しているとしましょう。で、同様にボブの場合には表が出やすくなっているので、ボブケットというのは5分の3表ケットプラス、えー、と5分の2裏ケットは表が出る確率が5分の3で裏が出る確率が5分の2だということを表しているということに書きしましょう。で、問題は、 ののつつ状態を1つのものですこの場合で言ったらバラバラにコインを投げるんじゃなくて同時に投げてその,その状態を式で表す。でこれをですねアリスケット、テンサーはボブケットっていうあの形で式で表してこういう計算をします。アリスはこの式です。で、ボブはこの式です。 まあ、アリスは赤で、ボブはブルーで書いてるんですが、アリス、ケット、テンサーで、ボブ、ケット。で、これはアリスというあの状態と、アリスのコインの状態と、ボブのコ,コインの状態テンソル席を取る。まあ、計算はだから、ここに元の式をそのまま入れて、あの、真ん中に、グリーンで書いてあります、ね、これをテンソル席の記号ですね。 こうなったらこれはどういうふうに計算するかっていうと、えっ、ー、と、こうなります。えっ、ー、と、このタスキ掛けで、あの、あの、かけていけばいいんですね。で、ただ、あの、ケットの前に出ている数字、まあ、これは基本的には確率を表すんですけど、それはそのままかけるんですけれども、表へケット、 の裏ケットというまあこれは変わり前に赤の,あの表裏っていうケットとでブルーの表裏っていうケットのテンソル積がそのまま残ります。えー、とまあわかりやすいようにあのアリスの状態を赤であのボブの状態はブルーであして、これはもうそのまま係数を計算。 かけていけいんですがちょっとあの表ケット・テンサー・裏ケットっていうのは表裏あごめんなさいどっちでもいいんだ全部あるんですが、あのー、表ケット・テンサー・表ケットでこれはあの表表ケット。のは同様にそのケットを、あのー、の内側に状態を入れて。 ンソル機能をなくします。これも一つの,あのルールですからでこういうふうにすると先ほどの式は係数の部分をそのまま計算してで状態としては表表表裏表あの裏表裏裏という状態を掛け合わせたもので繰り返しますけれどもあのこのケットの中に2つ 並んでますけど前のののの方方ががアリス状状態態後ろの方がボブの状態です、まあこれはこのこういう形で展開されましたがこの式に表しているのはこういうことですね。で2人がコインを同時に投げた時に取り得る状態4つあってアリスのコインが表の場合ボブのコインが表の場合、まあ、4, 4種類ありますね。表表表裏裏表裏裏裏。裏裏裏裏 というふうになって、それぞれの確率がこういう形で計算されます。で、まあ、繰り返しになりますけれども、ケットの中に表裏って2つ入っているのは、前の方がアリスの状態、後ろの方がボブの状態、ボブの行為の状態を表すということになります。で、まあ、こういう式が与えられる。これがだからあれですね、テンソル式、テンソル積で与えられた、えっ、ー、と、 アリスとボブの2つの,状2つの状態1つにまとめた式がこういう式になります。で、この時、あのアリスのコインが表になる確率っていうのは、あの赤いところが表になっているやつあるあ。これはだから、アリスのコインが表になるのは、あの10分の3表裏という効果、10分の2。あの ごめんなさ10分の3、表表ってこうか、10分の2、表裏ってこうの2つ、どちらかってことですね。これはどちらかの確率だから、この両、アリスのコインが表となる確率は、この確率を合わせたもの、オアですからね、足したものになります。そうすると、10分の3プラス10分の2で2分の1になります。で、ボブのコインがあの裏となる確率は、 同じくこのブルーのやつが裏になるコートいうのは10分の2表裏ケットか10分の2表裏ケットしかないあごめんなさい字がよく見えない裏裏ですね、これ間違えてますねのいずれかだからその確率は10分の2プラス10分の2で2 5分の2になりますこれはでも当たり前ですねもともとある人のコインはあの ちゃんとしたコインなんでアリスのコインが表となる確率は1分の1になるわけです。で僕のコインはもともとインチキをしてたんで裏が出る確率は5分の2なるこれはまあ元の条件からも明らかだ。大事なことは実はこのこの2つ同時に転送席で表された2つの状態を1つにまとめた式自体がこういう形で分解される。 分解できるからアリスの確率これはもともとの確率1 2分の12分の1でボブの確率5分の35分のそのまま出てくるというで元の確率があのこの展開した2つ一緒にあの表した式から実はアリスの,あの恋の状態とボブの状態が分離してもともとの条件が分かる。 ということになりますこれはだからあのあの今回の取材でエンタングルメントしていない状態なんですね。こういうの分離可能、分離可能、2つの転送席に状態があの分解できること、これは分離可能というんですけれどもで、古典論というのは基本的にはこういう分離可能な状態を扱うんですよね。 量子論の場合に初めて2つの状態のテンソル積では表されない状態が現れるという状態が現れるそれが分離不可能な状態エンタグルメントした状態ということになりますでそれについては次の次のスライドでもう少し詳しくあの説明したいと思います